秋、葉山古墳群は、神奈川県海老名市にある古墳群。2005年7月14日に国の史跡に指定された。秋、葉山古墳群という名の由来は、第二号墳公園部長上に火を防ぐ神を祀った秋葉社という祠があったため、第二号墳のことを秋葉山と呼んでいたのが古墳群全体の名称となったことによる。古墳群は、 座間丘陵の標高75から80メートルの尾根沿いに第1号墳から第6号墳の計6機の古墳が確認されている。秋場車があった第2号墳の公園部頂上は標高84.6メートルの海老名市最高地点である。第1号墳から第6号墳以外に近年の開発で消滅した古墳もあるようで、また尾根沿いに ザマ市内に入った場所にも古墳があるとの説もあるが、未確認である。6基の古墳の内訳は、前方公園型墳墓が1基前方公園墳が2基前方後方墳が1基方墳が1基である。これまで、学術調査がほとんど行われていない6号墳は、今のところ墳形は不明である。秋、葉山古墳群の存在は、 明治末期から知られており、明治大正期の記録を見ると、現存しない古墳の存在とともに、現状では、円墳形をしている、第3号墳に前方部が存在していたことがわかる。1960年代半ば以降、古墳群周辺でも、宅地開発が進み出したため、1969年に、墳球の測量調査が行われた。 その後1987年から2003年に至るまで12時にわたる発掘調査が実施された。その中で1988年、区画整理事業の開始に伴う開発事前調査が行われ、神奈川県内でも最古級の古墳群である可能性が指摘されたが、調査後、第3号墳と第5号墳の集合の一部が破壊された。なお、秋、古墳群は、 未調査の第六号墳を除いて墳丘部の調査は実施されて、きたが、これまでのところ古墳,墳の埋葬施設本体の調査は行われていない。秋、葉山古墳群の特徴としては、相模川流域の古墳では大きいが、吹石、断地区、沿道派庭が見られないことが挙げられる。このことから秋、葉山古墳群の被葬者として推定される。 相模川流域の主張は、在地の主張としては有力であったが、山東県内の地位的には、あまり高くなかったことが想像される。神奈川県内でも、秋、葉山古墳群に少し遅れて造営された、長井桜山古墳群では、吹石と、円筒埴庭の存在が確認されており、山東県との結びつきの強さや地位が、秋、 葉山古墳群に葬られた相模川流域の主張と比べて高かったとみられる。秋、葉山古墳群の各古墳は、まず、座間丘陵を形成する富士国食土と関東労務層を削り取って古墳の形を成形し、その上に墳丘部を盛り上げて築造された。古墳群の立地としては、相模川流域の平野部を望む座間丘陵の高台にあり、 相模川と現在の国道246号に沿ったコースであったと想定される武蔵方面へ向かう道との交点にも近く、当時の生産と居住の拠点とともに交通の要衝を望む高台という場所を選び古墳群が造営されたと見られている古墳群の中では、まず三世域に第三号墳と前方後方墳である第四号墳。 それから3世紀末から4世紀初めにかけて前方後円墳である第2号墳、最後4世紀に豊墳である第5号墳と前方後円墳である第1号墳が造営されたと見られている。以後、秋、葉山古墳群では古墳が全く作られなくなった。これは秋、葉山古墳群の近くから古墳群を作った主張がいなくなってしまったのか。 それとも、古墳を作ることに規制が加えられるようになったためか、原因はいくつか考えられているものの、今のところ不明である。ただ、海老名市内には秋、葉山古墳群の後に造営されたと見られる、氷炭塚古墳をはじめとする上、浜田古墳群があり、氷炭塚古墳からは秋、葉山古墳群の第2号墳から出土したものと、似たような形をした円筒型の土器の破片が、 見つかっていることもあって、秋、葉山古墳群と何らかの関係があった可能性が指摘されている。また秋、葉山古墳群がある相模川中流の東岸では、これまでのところ古墳群築造の母体となったと考えられる大きな集落が検出されていない。この点については、相模川中流西岸も含んだ地域で、秋、葉山古墳群を築造したとの説もあるが、 相模川中流域の西岸にも、出現期の古墳が見られる点から、相模川東岸に未発見の秋、葉山古墳群を造営した人々が暮らしていた、集落があるとの説もある。いずれにしても秋、葉山古墳群は3世紀から4世紀にかけての、相模湾周辺で、最も規模が大きな古墳群であり、地域を代表する人物を葬ったものであると見られる。 発掘調査の中で、秋、葉山古墳群は、3世紀から4世紀にかけての、古墳出現期から前期にかけての古墳群であることが、明らかになった。特に第3号墳は、巻向型の前方後円墳とも呼ばれる、やや歪な後円部に、小さな前方部がついた形をした古墳であり、東日本の中でも、最古の前方後円形をした古墳の一つで、3世紀に、 造営されたと考えられている。当時、古墳群の周辺である、相模湾周辺の地域では、弥生式の方形集公墓が作られていたが、第3号墳の規模は、方形集公墓の規模をはるかに量駕する大きなもので、また発掘された土器などから考えて、第3号墳は、相模川流域の在地の勢力から、いち早く、山東県との連携を進め、 周辺地域を統合することとなった主張の墓であると見られている。そして第2号墳、第1号墳と時代が下るに従って、定型的な前方公園墳の形に近づいている。また、前方後方墳である第4号墳、方墳である第5号墳と、秋、葉山古墳内の中でも墳形に変化が見られる。現存6つの古墳で構成される秋、葉山古墳群であるが、 古墳出現期の古墳の変遷と多彩な墳景を見ることができる。秋、葉山古墳群は千葉県市原市にあった三角古墳群などと並び、東日本における最古級の古墳群の一つであり、南関東における出現期古墳、そして当時の社会を知る上での重要な遺跡と評価され、2005年7月14日に国の史跡に指定された。秋、 葉山古墳群で一番南東側にある第1号墳からザマ丘陵の尾根伝いに第2号墳、第3号墳、第5号墳、第4号墳、第6号墳という順番に並んでいる。第1号墳から第4号墳までは50メートル以内の短い間隔で並んでいる。第6号墳は第4号墳から約250メートル離れた場所にあり意調査となっている。 第6号墳以外が2005年に国の史跡に指定されている。第5号墳と共に秋、葉山古墳群では最後の4世紀に造営されたと見られている。整った形をした定型的な前方後円墳で、墳球の長さは59メートル、後円部の直径は33メートル、前方部の長さは26メートル。前方部の高さは2.8メートル、後円部の高さは6.3メートル。 集合は見られないが前方部正面にのみ溝が掘られている。小型の丸底をした土器と鉄属が出土している。地元相模の土器が見られる第2号墳や第3号墳に対して第1号墳から出土した土器は日本各地で出土しているものと共通である。3世紀末から4世紀初頭に造営されたと見られる前方公園墳。墳球の長さは55メートル。 公園部の直径は33メートル、前方部の長さは17.5メートル。前方部の高さは4.6メートル、公園部の高さは7.7メートル。公園部の大きさに比べて前方部が短く、定型的な前方公園墳とは言い難い。墳形は、むしろ第三号墳と同じく巻き向く型の前方公園墳に近いが、前方部の高さがかなり高いこと。 公園部が円形をしている点など、巻き向く型の前方公園墳に当てはまらない特徴もある。1号墳と同じく集合は見られないが、前方部の正面にのみ溝が掘られている。出土品としては、壺などの土器類があり、地元相模の土器と並んで、東海方面や関西方面から搬入されたと見られる土器が見つかっている。河原家の中に水銀種が付着したものも認められている。 出現期の古墳から発掘される土器から水銀種が検出される事例は多く、水銀種は早々儀礼に用いられた可能性が高い。また他に類例が少ない4点の円筒型の土器が出土した。これは、弥生時代末に岡山県を中心に分布し、その後円筒波庭へと進化していく特殊機材と呼ばれる土器の影響を受けて作られたものと考えられている。 第2号砲から出土した土器の中には、意図的に破砕された状態で出土したものが多く見られる。円筒型の土器も破砕された後に熱を受けた形跡が残っており、破砕後に口述する日を用いた採取を行い、その後撒かれたものと思われるが、多くの土器が破砕された理由については、今のところよくわかっていない。また、第2号砲で発掘された土器には、 火の使用跡が見られるものがあり、古墳の首びれ部分と前方部の一部で、焚き火の跡や炭化物も見つかっており、火を用いた採取が行われたものと推定されている。第2号墳から出土した炭化物を用いて、AMS 法による放射性炭素年代測定を行ったところ、250年から325年との年代が出た。第二号墳は、墳形や出土した土器から、秋。 早間古墳群の中でも中期の3世紀末から4世紀初頭に造営されたと見られており、年代測定の結果と比較的よく一致している。やや歪な公園部に小さな前方部がつながった前方後円形をした古墳。第五号墳とともに3世紀秋、早間古墳群では初めの頃に造営された。前方部は、 昭和30年代に作兵されて現存していないが、大正時代の記録から推定すると噴長は約51メートル、第2号噴とほぼ同じ噴長と考えられている。公園部は直径38から40メートルとやや不定形をした円形であると見られ、第2号噴以上に前方部の割合は小さかったものと推定される。公園部の高さは7.7メートルと見られている。 また、第3号墳には集合の存在が認められている。発掘調査の結果、墳長部には9メートル6から7メートルという大きな墓口があると推定されているが、墓口内にあると見られる埋葬施設の発掘はこれまでのところ行われていない。墓口の上からは、第2号墳と同じく水銀種が付着した時、 それから大型の壺など、埋葬儀礼に伴うと思われる土器が出土した。また、墓工場からは、歴がまとまって検出されており、墓工場につぶ手を並べていた可能性がある。河原家の中には、弥生時代後期後半に、相模地方独自に発達した壺に加えて、伊勢湾岸地域から広まった高槻がある。古墳時代開始前後に、 伊勢湾型の土器が広がる現象は、東日本の太平洋岸沿岸各地で確認されていて、第三号墳の被葬者も、相模川流域の在地勢力の中から、いち早く外来の文化を取り入れ、相模川流域に大きな勢力を誇るようになった主張であることが想定される。第三号墳の墓工場で見られる土器や歴は、弥生式の墳丘墓や古墳時代前期前半の古墳に、 しばしば見られ、定型化した前方公園墳では見られなくなる特徴であり、第3号墳の巻向く型の前方公園墳とも呼ばれる前方公園型の墳形とともに、弥生時代と古墳時代の過渡期の特徴を示すものと言える。一辺、約20メートルの豊墳。墳球の高さは約5.4メートル。第1号墳とともに飽き、 葉山古墳群では最後に造営されたと見られている。幅約4メートル、深さ約1メートルの集合があり、第5号墳を全周している。小型の丸底土器や機台など、4世紀のものとされる土器が出土している。全長37.5メートルの前方後方墳。前方部の長さは12.7メートル、後方部は24.8メートル。 前方部の高さは2.8メートル、後方部は5.3メートル。後方部には集合が確認されているが、前方部の一部は集合がない可能性が高い。出土品は少なく、壺の破片が出土している。壺の破片の様式は秋、葉山古墳群の中でも古い河原家であるとされる。地山を削り土砂を盛り上げて高い墳球を作った第1号から3号墳と異なり、 第4号墳は全体的に墳球が低く、弥生時代の前方後方型をした集合墓より規模的には大きいものの、形態的に大きな違いが見出せない。出土品の少なさから不確実さは残るが、弥生時代の前方後方型集合墓との形態的な類似から、また一般的に同一の古墳群の中では、 前方後方墳から前方後円墳の築造へと進んでいくことから、第3号墳と同じ頃が、やや先行する3世紀に作られた、秋、葉山古墳群の中でも古い古墳と見られている。第1第5号墳の中で最も北側にある第4号墳の、北、約250メートルにある。これまで詳しい調査が行われておらず、詳細は不明である。なお、 第6号墳の北側のザマ市内にも古墳があるとの説もあるが未確認である。ありがとうございます。